ツィッタウはドイツザクセ州南東部の都市である。ポーランド、チェコとの国境に近く、ドイツ、ポーランド、チェコの三国国境となっている。2007年現在の人口は29,361人でゲルリッツ郡に属する。ツィッタウ中心部では建物の多くがドイツ建築の本来の美しさを保っている。ツィッタウでは有名なイタリアンスタイルの視聴者や聖ヨハネ教会、 中世から遺産である使用倉庫のザルツハウスがある。ザルツハウスは、ドイツでも古い倉庫建築のうちの一つとなっている。ツッタウは六都市同盟の一つである。ツッタウは、かつて市民が裕福であったことから、大来比へと呼ばれる特別な称号を得ていた。対抗宗教改革の間や1620年の、あと、白山の戦い時に、ボヘミアから、 数多くの抵抗者や避難民がツイッターやってきた。多くのボヘミアからの人々は続けて、周囲の村やベルリン、ドレスデン、ブランデンブルクなどへ散った。戦争による完全な破壊は、かつての7年戦争時で、裕福な時を反映するものは、数少ない特別な建物や裕福な墓地だけであった。16世紀初期の最も重要な取引品は、ビールであった。 あとの18世紀や19世紀には、繊維が、シレジア地方共通の重要な取引品となる。第二次世界大戦時に強制労働者のキャンプが設置され、飛行機の部品が作られていた。1990年のドイツ再統一後、東ドイツ時代から存続していた、ほとんどの大規模な繊維工場は、何の変化も、さらなる投資もなく数年で閉鎖されてしまい、ツイッターウは、 経済的基盤を失ってしまった。加えて、市の郊外にある活端の露天掘りも閉鎖された。かつての裕福な街は、周辺国の安い労働力にも、現在、苦しめられている。内瀬川沿いに位置したことから、ツイッターは、今日では、チェコとドイツ、ポーランドの三国国境の都市となっている。かつては検問所があり、出入国審査や税関審査が行われていたが、 2007年12月21日にチェコとポーランドが宣言協定国になったため検問所は閉鎖されている。ありがとうございます。